皆さんこんにちは。レック専任講師弁理士の水崎です。来年の弁理士試験合格に向けたエルゼミのガイダンスですね。今年論文本試験を受験された方とか、それから来年初めて論文本試験を受験するんだ、いろんな方いらっしゃると思うんですね。で、特に今年受験をされて、今年なかなか思うように結果を出すことができなかった方、今非常にしんどいと思うんです。よくわかるんですよ。だって私だって同じ経験何度もしてますからね。ただ今のフェーズってどうしてもこう合格に必要な経験なんですよね。こう高いところに合格というものがあって、普通にジャンプしただけでは届かないわけですよ。どうするかというと、こうグッグッと膝を曲げてですね、屈伸運動をして勢いをつけて高く飛ぶ必要があるわけですよね。なので、その合格を手に入れるために今どうしても必要な準備運動の時期だというふうに考えてください。で、今いる弁理士の世の中のですね、弁理士のほぼほぼ全員が今の皆さんと同じ経験してますからね。もう私もそうです。なので、合格するために必要なプロセスの一つだなというふうに割り切って、勉強の手を休めずにですね、食い下がってこれから頑張っていきましょう。来年までまだ時間ありますからね。試験日まで一緒に準備していけば間に合いますからね。はい、簡単にちょっと私自己紹介をしますけれども、講師としてはそうですね、8年もしかしたら9年ぐらいでしょうか。入門講座、それから担当、論文、講述、全ての試験科目の担当してきました。特許事務所に所属しているので、特許庁への出願手続き、その他裁判事件とかもね、携わっています。あとは企業でそうですね、コンプラ研修とか、セミナーとかアドバイザーとか、そんな仕事もやってます。弁理士としては、そうですね、12年13年ぐらいになるんですかね、登録して。ですね、今この非常にこうかっこよく自己紹介をしてかっこつけてるんですけれども、でも実際ですね、私も受験は、6回、全部で6回失敗してます。論文も初め全く書けませんでした。なので予備校の問題もすごいいっぱい解きました。で、模範答案ですか、それをひたすら書き写す写経っていうものもやりましたし、基本書もですね、もう片っ端から読みました。でもなかなかそれだけで論文って書けるようにならなかったんですね。ではなぜそんな私が論文合格できて、弁理試験にね、合格することができたか。これ明確に理由があって、それが論文試験の問題の解法があるっていうことに気づいて、それを確立することができたからだと思ってるんですね。この論文試験の事例問題には、こうひらめきとかその場で気づいたことをつらつらと書く感想文とかというのではなくて、きちんとした解法、解き方があると考えています。なので、その解き方、解法を身につければ論文は誰でも書けるようになります。なので、私のゼミではその論文の書き方、もっぱら答案構成ですね、それを含めて合格に必要なことを網羅的に指導していきたいと考えています。では、レジュメを使って少しゼミの概要と、ゼミでどんなことをやるのかをお話していきます。はい、論文突破に必要な準備として3つ挙げました。1つは今申し上げた答案構成、そして2つ目、自分を知るということ、3つ目、短くかつ得点できる効率的な書き方、この3つですね。答案構成、これ当たり前ですが、正確かつ高速、画一的に解いていく必要があるんですね。特に特許法だと20分間、つまり高速で仕上げていかなければならないですね。それから2つ目、自分を知るということ、自分ができなかったことを知る、みんなができていることを知る、つまりこの試験で大事なのは、自分ができること、得意なことをグッグッと伸ばしていくのではなくて、それはそれで苦手なことを一つでも多く減らしていくことが大事なんです。自分が得意な問題が出れば当然解けるんですけれども、不得手な問題が出てしまったとき、それが本試験4通に1通でも出てしまったらアウトですよね。
なので自分は何ができていて何ができないか、それをきちんと把握する必要があります。自分を知るというのは実は自分との関係でだけではなくて人との関係っていうのもあるんですよね。自分がいくらできていると思っていても他の人がもっとできているのであれば相対的に自分の評価って下がっちゃうわけです。この試験は相対評価です。したがって他の人が何できているのかなっていうのも意識する必要があります。そして3つ目、効率的に書くということですね。いくら早く正しく問題を解くことができても限られた時間の中で、限られた答案用紙の中で簡潔にまとめていく必要があるわけですね。なので例えば29条1項3号、まあ、1号にしましょうか。皆さんどうやって書きますかって問われた時に、こうしようかな、こういう書き方もあるなとか迷っていたり、今日解いた問いかけが例えば1週間後にもう一回どうやって書きますかって聞いた時にまた同じように考えていて別のことを考えてしまうようでは時間が足りないわけです。なのでいつ聞かれても同じように解いていけるような、そういった慣れ力が必要になります。そして同じその29条1項1号でも2行で書くのか5行で書くのかも違ってきますよね。いくら2行、5行、もしくは10行で書いても、もしそこに振られている配点が10点であれば何行書いても10点以上にはなりません。なので限られた時間で効率的に点数を取っていった方がいいんですよね。続きまして、ゼミの概要ですね。概要と実際今言った3つのことをどうやって実現していくのかなっていうところ見ていきます。ゼミの進行、まずは問題を解いていただいて、その後解説を入れます。そしてその後、小テストを挟みます。大体で、前の週ですね、前の回で解いてもらった前回の公表をして、最後に個別の質問に応じるということです。で、小テストはだいたいその前の回にやった問題の皆さんがあまりよくできていなかったところとか大事なところとかを復習の意味でね、出題するようにしています。それから欠席フォローですね。講義 IC レコーダーで収録しています。欠席する場合はゼミ生専用のサイトからそういった IC レコーダー、そして配布物を PDF でダウンロードできるように整理しておきますからね、そちらを活用してください。あとはこの時期ですからね、やっぱりどうしても外はウイルスが心配だとかいうこともあるので、そういった方も資料をねダウンロードしてご自宅で在宅学習すると、今までもずっとそうやってきてますからね。答案のやり取りはメールになります。はい。それから、個別の面談をします。ゼミの最中にですね、全員と面談することはできないので、ゼミが始まる少し前の時間を使って、1週間に何名かずつね、個別に面談していきますからね。はい。で、続きまして、ゼミで一体どういった資料を使っていくかですね。まず答案構成ですね。私が一番重要だと思っているところです。で、この答案構成、たまたま特許法のサンプルです。実際私が問題を解いて手書きにしたものなんですね。で、この答案構成はたまたま特許法ですけど、これ衣装であっても商標であっても、それから問われているシーンが拒絶理由通知されましたとか、侵害訴訟提起しますよとか、そういった場面に問わずですね、ほぼほぼ全て同じような解き方、つまりこれと同じようなスタイルの答案構成を作っていけます。これできると何がいいかというと、だからどんな問題でも早く確実に問題を解いていくことができるんですね。で、そう言ってしまうと新しい解き方かなとか、私にしか解けないような変わったやり方かなとか思う方もいらっしゃると思いますけど、そうではないですね。今まで皆さん勉強してきて、例えば新規制があって、先使用権があって、審判の手続きがあって、いろいろ勉強してきてるわけですよね。それが今頭の中にバーッと離散しちゃってる感じなんですよ。ただ私の解き方はそれをギュッと集めてきて、要所要所カテゴライズして並び替えてスッと解いていきましょうっていう考え方です。なのでこうバラバラになったものを整理してうまく活用していきましょうという解き方なんですね。なのでこれ別に私だけができるものではなく、誰にでもできるようになります。実際ゼミ生の中には
実践当連とか模試の中で本当に一桁台に、成績がですよ、順位が一桁台に入るような人も出てきてますからね、誰でもできるようになります。はい、あと湾構成ですね。でよくまあ皆さんから質問を受けるのが、安定しないと、今日はこの点数だったけど次回やると全然違う点数だと、なんか安定しないっていう相談を受けるんですけれども、そういう方って大体解き方定まってないんですよ。今日解くとこうだけど明日は違うってなってしまうと、安定した成績にはならないんですよね。なのでこう解き方というものをフィックスさせてですね、確率的に解けるように訓練をしていきます。はい、で続いて個人採点表ですね。これも毎回、添付というか配布します。これ問題において出題された論点、それからそれに対する得配点で自身が何点取れたかという得点を一覧にしたものです。はい、なので、まあ、空欄があれば自分はできていなかったんだな、空欄ではないんだけども配点に対して随分低いなという時は、まあ、これが自分苦手なものなんだなというふうに自分の分析の結果として使ってください。はい、自分を知るということですね。で続いて小テストですね。まあこれもサンプルですけれども、例えば、まあ、選手要件について要件端的に列挙してくださいねと問われた時にパッパッパッと、頭の中に出てくるかということですですよね。出願前に、善意でですよね、知らずに発明を実施または準備していて、3つですね今で、かつ発明の範囲であって事業目的の範囲だ、この5つがスッと出てくるかなっていうテストとか、あとはまあ審査基準とかですね、いろんなテストを用意してます。はい、で続きまして、で公表のアジェンダですね。これも毎回配ります。平均点とか最高点とか、それから総括、問題値についての、コメント、箇条書きにしてますからね。はい、先ほどの個人採点表は自分が何ができてて、で何ができなかったのかなという資料いうのを知ることで、この公表アジェンダはじゃあ人は何ができてたか、つまりクラス全体で何ができていて何ができていないのか、自分との関係だけではなく他の受験生との関係というものも知るきっかけにしてください。はい、そして答案テンプレートですね。冒頭でですね、29条1項1号何行使って書きますかって言った時に2行でも5行でもって言ったんですが、まあ正解といいますか理想的なのはこの2行でしょうね。ほぼほぼ全ての問題で同じようなフレーズを使っていけるんですね。あとは発明が、A なのか B なのかとか、出願が X なのかどうなのかっていうところを書いていけば同じようなテンプレート化して使っていくことができます。でこういった品質の条文に関してはテンプレートを用意しているので、まあ言ってしまえば丸暗記してしまえばもう29条1項出るたんびに同じものを書いていけるようになると、そういうことです。最も短くかつちゃんと点が取れる表現としてテンプレート集を用意しています。はい、では最後まとめますね。クラスで習得してほしいこと、冒頭で3つ挙げましたよね。答案構成と、それから自分を知るということと効率的な書き方、この3つを今ご紹介したツールを使いつつどうやって実現していくか。まず答案構成術ですね。講義の中でもしっかりと説明していきますし、その際は答案構成用紙、私が毎回手書きしたものを配布します。でさらに答案添削の中でも指示していきますからね。そして2つ目、自分を知るということ、これ個人採点表を使って自分の得手不得手を意識してください。さらにその点については面談でもフォローしていきます。そして公表アジェンダを使ってみんなが何できていたのかな、じゃあ自分との関係ではどうだったのかなということを知るきっかけにしてください。効率的な書き方についてはテンプレート、それを使ってしっかりと答練練習していってください。はい、では最後にですね、まあ本試験ですね、大変難しい試験ですから、ただですね、その試験の結果が出るのは今から勉強していけば来年ですから、まあ約1年もないですけれどもね、後なんですよね。でも試験の結果が出るのはだいぶ先、来年のことなんですけれども、その結果をどういうものにするか、それを決めるのは今この瞬間ですよね。
今日何をやってるか、そして今日からずっと何をし続けていくかによって来年出る結果が変わってくるわけですよ。結果が出るのは来年だけども、中身を決めるのは今です。なので週1回のゼミですからね、しっかりと意味のある勉強ができるようにコンスタントにですね、勉強する癖をつけて一緒にぜひ頑張っていきましょう。はい、合格に対する強い執着心を持って頑張っていってほしいと思います。皆さんが頑張るのが当たり前かもしれないんですけども、私も一緒に頑張っていきますからね。来年の合格に向けてぜひ一緒に頑張っていきましょう。